ナマステーブリバリサンチャイホネチャ。お久しぶりでございます。最近は動画全然上げられなくて申し訳ありません。いや、ほんとこの11月はすんげー忙しくてですね、まあだいぶネパール系からも離れて、まあインターンだったり実習だったり学校のことだったりちょっとビジネスのことだったりを考えて、いろいろ動いていました。まあだいぶね、彼女とかにも我慢させるとこが増えちゃってあれだったので、12月は挽回したいと思います。こいつも遊んでね、行きたいと思います。これからもよろしくお願いします。首だけ動きませんそうで、今日はネパール料理を作ってみようかなと思います。というのも、ちょっと待って、この超有名ですよね、この本です。この本を Kindle、 Amazon の Kindle でダウンロードして、岩手ないんすよこの本、売ってなくてなのでこれを Kindle で入れました。で、しかもちょっとごめんね、変で、なんかエプロン欲しいんだけどエプロンなくて、おばあちゃんが巻いてくれました。岩手にはネパール料理のストアもないので、いろいろとお友達に送ってくれました。いつものこうちゃんですね。こうくん、ありがとう。こんなの送ってくれました。あるでしょ、いろんなの送ってもらったんだよね。うん、とりあえず必要だろうなってやつをお願いしました。今回作るのはこれ。いや、本当はこれで見せたいんだけど、多分ちょっと著作権的なの引っかかっちゃったらあれなので、アルタマ、ほうれん草、まあなんだっけ、白蓮だっけ、忘れてた。まあなんか緑系のやつ作りたかったんですけど、ちょっと家になかったので、ほうれん草、大根のアチャール、裏ドダルのダール難しいですけど、これちょっと作ってみたいと思います。今回だいぶ練習です。はい、やってみましょうって感じです。まずですね、裏ドダルのダールを作るために、この食材、でも食材っていうほどの食材もないんだけど、これを使っていきます。でギーが必要みたいなんですけど、僕ちょっと苦手なのでギーは入れません、てか持ってません。はい、いろいろご意見ある人いると思うんですが、もう気にせず、初心者のちょっとしたクッキングです。はい、まずは裏ドダルを 100g ちょっと水洗いしていきます。結構濁りますね、濁れちゃった結構濁る、裏ドダル洗うとゴミやホコリが入ってるみたいなので、それをしっかり取りましょう。ざっと水洗いが終わりました。なぜか一眼が曇ってしまったので iPhone でやります。これが裏ドダルですね。で、水 400cc、 これ300、いや、ターメリック、火をつけますね。アクが多かったら取り除いてください。中火にして30分から40分。次に大根のアチャール作ります。レモン汁が必要みたいなんですけど、買ってないので代わりにちょっとこのお酢を使いたいと思います。とりあえずやってみましょう。黒ごまがないので白い普通にいるごまをやりました。ごまとこんぐらいかな、大体です。チリパウダーちょっと僕好きなのでこんぐらいかな、
はい、次はアルタマ作っていきます。じゃがいも、なんてこれ読むんだろう、わかんない、黒目豆のトルカリですね。一番大事なね、トマトもないっていうことで、もう急にやろうってなったので、もうケチャップ使います。僕こんぐらい、いつも料理こんな感じなので、はい、いきます。30分水につけなきゃいけなかったみたい。30分じゃない、一晩。やばいやばいやばい。まあでもやってみよう、うん、やってみるしかないもん。これも30分置かなきゃいけないみたい。スター、最初にやればよかった。じゃがいもの皮を、アチャール、それっぽくなんかなってきました。だんだんと煮詰まってきました。めっちゃうまい。そうね、やっぱね、混ぜるのがいいんだよね、なんでも。お母さんがもうエプロン作ってくれました。せっかくなので手で食べ、あとご飯入れれば、味がねえじゃん。じゃあ塩入れてご飯かけて食べてみ。これとこれとこれ。え？
これを食べて何？違う、これかけて、これもかけて。シュッ。カレーが好きだもんな。ネパールってカレーライスあるじゃないの。インドに近いんだから、インドカレー。まあまあまあ、そうだね。そうだよ。これだからあのカレーライス好きだもん。